これから見えてまいりますのが土肥鑑別駅となっております。こちらの土肥鑑別駅はですね、秘境駅ではございません。土肥線がですね、土肥線の名寄より北側で特急列車が通過する駅の中では最も大きな集落となっておりますが、こちらも特急列車が止まらない駅となっております。日本方向の左側のですね、ちょっとですね、森の向こう側にですね、土肥鑑別平原と呼ばれる、平地が広がっておりまして、この辺りも大変広大なですね、酪農地帯となっております。にわかには敷居がないかと思うんですけれども、先ほど通過した土肥鑑別駅、なんと2年はですね、別の鉄道があそこから土肥鑑別の奥に向かって伸びていたこと、大変